結婚とは、夫婦になること。婚姻とは、結婚すること、夫婦となること、社会的に承認された夫と妻の結合である。婚姻は、配偶関係の締結の他配偶関係の状態をも含めて指している。本記事では、婚姻あるいは、結婚について解説する。婚姻と、結婚では、婚姻の方が、学術的にも、法的にも、 正式の用語として扱われている。戦術のように学術的には、婚姻は、配偶関係の締結の他配偶関係の状態をも含めた概念として、結婚は、配偶関係の締結を指し、用いられている。平凡者世界大百科辞典やブリタニカ国際、大百科辞典などの百科辞典では、婚姻を項目として立てている。法概念としても、結婚ではなく、 婚姻の方が用いられている。日本の民法上でも、婚姻と表現されており、法学上においても、法概念としては、婚姻が用いられる。一方、日常用語としては、結婚という表現が用いられる頻度が増えている。工事園では、婚姻の定義として、結婚することとした上で、夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした。 社会的経済的結合で、その間に生まれた子が着出子として認められる関係、としている。結婚の文字は、婚姻の文字と共に関石を由来とし、日本では、平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば、婚姻の文字の方が、使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して、結婚の二文字が多く使用されるようになった。 中国では婚姻である。婚姻について説明するにあたって、まずその位置づけを広い視野で見てみると、男女の成人の性的関係というのは、人類の発生以来人間関係の基礎的形態であり、それが成立するのに必ずしも規範や制度を必要としない。だが、社会がその男女の結合関係の成立を許容し、承認するのは、 これが婚姻という形態を取ることによるのである。婚姻というのは、社会的に承認された夫と妻の結合なのであるが、ところがこの夫や妻の資格や役割については、各社会、各時代において独自に意味付けがなされており、比較する社会によっては、互いに非常に異なった意味付けを行っているものがある。よって、 上記の社会的に承認された夫と妻の結合という定義以上に細かい定義を盛り込むとすぐにそうした定義文に当てはまらないような社会が見つかってしまう。例えば仮に婚姻を一体の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合でその間に生まれた子供が着出子として認められる関係などと定義してしまうと 日本などではこれは当てはまるものの、他の地域、文化ではこれに当てはまらない事例が多数見つかってしまう。例えば南インドのナヤールカーストにおける、スマホ形式の男女関係は、性的関係に止まるもので、男は、生みの親にはなるものの、居住、生産、消費、この養育、しつけなどには一切関与せず、社会的、経済的なつながりを持たないのである。 ナヤールカーストでは、子は、父親のカーストの身分を、得はするが、それ以上の社会的、経済的なつながりは、一切なく、父親の葬儀にも参加しない。また、例えば北アメリカのクアキウトル族では、主張の特権は、娘の夫を通じて、孫に伝えられる。そして、娘がない場合は、息子が、他の男を、婿として迎え入れ、 その結婚式は通常と全く同じ方式で行われ、その式を行って初めて向こうは特権を譲り受けることができるのであり、つまりこの同性間の婚姻では男女の性的な要素は全く含まれておらず、婚姻はあくまで地位や財産の継承の道筋をつけるために行われている。このように、婚姻という用語、概念は社会によって全く異なった意味を持ち得る。 日本の行政機関の統計においては、有配偶という用語を使い、未婚、有配偶、死別、離別で、結婚に関連する状態を分類していることが多い。結婚していないことを、未婚、すでに結婚していることを、既婚と単純に分類することもあるが、これでは、死別や離別について正しく把握できない点が問題となる。なお、死別とは、 配偶者が死亡してしまった状態で、通俗的には、やもめとも言う。さらに最近、日本では、本人の積極的な意思で結婚しないことを、選択することを、非婚と呼ぶ。未婚というと、まるで本人は、結婚を望んでいてその状態にたどり着いていないかの、ような印象。誤解を生むが、結婚しないことを、意識的に、意思を伴って選択していることを、 はっきり明示する表現である。なお、フランスでは、男女の結びつきが可能な年齢になった人に関しては、古くは、セリビテール独身、マリエ既婚という対比が基本で、それに加えて、ブーブという分類があったわけだが、20世紀半ばには、結婚に加えて、あえて結婚しないコアビタシオンという選択が、一般化した。その後、 パックスという結婚と同性の中間的な関係を保障する制度が実施された。近年では、統計的には結婚制度を避けて、むしろパックス制度を選ぶ人々の割合が大きくなり、結婚制度を選択する人の方がむしろ少数派になる。昔の単純な分類には当てはまらない男女の割合が増え、分類はかなり複雑化している。 両親に挨拶をする花嫁婚姻を古くから、ちぎりとも言う。結婚すること、特に婚姻届を提出することを指して、俗に、席を入れると言ったり、マスコミなどでは、入席と表現したりする場合があるが、戸籍法上の入席とは、意味が異なる。戸籍法上の入席とは、すでにある戸籍の一員になることである。すでにある戸籍とは、 筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには、筆頭者の配偶者になるか、ことして戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では、初婚の場合、婚姻届が受理されることにより、もともとお互いが入っていた親の戸籍から離れて、新しく戸籍が作られ、そこに二人が構成される。そのためこのケースでは、戸籍法上の入籍とは言わない。ただし、 離婚や分析の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の入籍と呼ぶこともできるが、一般的ではない。同様に婚姻届のことを入籍届と表現されることがあるが、入籍届は、父母の離婚や養子縁組に妻子子が別の戸籍に入るための届出書きであり、婚姻届とは全くの別物である。 近年では、夫婦別姓を実現したいなどの理由で、婚姻届は出さず、事実婚を選択するカップルも増えている。このほか結婚の類義語として、一方の側に立った表現として、嫁入り、腰入れ、婿入りなどがある。単婚と副婚に夫多再生が容認及び、実施されている、法的地位が不明または、不明両一夫多再生が、一般的には、非合法だが、 法的拘束力が不十分一夫多再生が完全に非合法化及び撤廃され、法的拘束力が十分注釈。一インド、シンガポール及びスリランカ、ムスリムを除き、いかなる形態においても非合法である。二エリトリア、法律は一夫多再婚を禁じているが、シャリーアに基づく、特定の国及び宗教はこれを認めている。 ムスリムは合法的にのみ一夫多妻の婚姻関係を結ぶことが可能である。サンモーリシャス、一夫多妻ユニオンは合法的に承認されていない。ムスリムの男性は、妻の法的地位を享受していない女性と4人まで、婚姻関係を結ぶことが可能である。内婚と外婚同一の地域、士族、民族の者の,の間でなされる結婚を内婚、異なる、地域、士族、 民族等の者の間でなされる結婚を外婚という。ただし、近い血縁関係にある、者同士が婚姻関係を結ぶ、近親婚については、多くの社会で制限が存在する。また、同じ性の者同士が結婚する、同性婚については、慣習的に嫌われる地域がある。なお、夫の死後において、夫の兄弟と婚姻関係を結ぶ制度は、レビラト婚。 妻の死後において、妻の姉妹と婚姻関係を結ぶ制度は、ソロレート婚と呼ばれる。同類婚と、異類婚職業、階層教育、趣味などの点で、同一ない種類似の社会文化的属性を有する、物同士の結婚を同類婚。異なる、社会文化的属性を有する、物同士の結婚を異類婚という。夫虚性、妻虚性、選択性、 新居性社会学では結婚後の夫婦の居所により、夫居性、妻居性、選択性、新居性という分類が用いられることがある。男が女の元にあるいは女が男の元に通う形態は、通い婚という。特に夫が妻の元に通う場合は、妻どい婚とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である。現在では、 別居婚とも言われる。同性婚2006年7月29日、LGBT の権利の用語と国際人権法確立を目的としたモントリオール宣言が採択され、性的指向を根拠にした差別の禁止などの観点から、同性結婚制度や登録パートナーシップ制度が必要との記述が盛り込まれた。フランスでは2013年2月には会員で、 4月12日には、同国の上院で、同性婚解禁法案が賛成多数で可決された。イギリスでは、2013年2月庶民人で、7月15日には、貴族院で、同性婚法案を賛成多数で可決し、2014年3月29日、イングランドとウェールズで、同法律が施行され、同年12月16日には、スコットランドで、 同性婚法案が施行された。アメリカ合衆国では2015年6月26日最高裁判所が法の下の平等を定めたアメリカ合衆国憲法修正第14条を根拠にアメリカ合衆国のすべての州での同性結婚を認める判決を出した。日本では2020年3月4日東京高裁は同性カップルについて 他人が生活を共にする、単なる同居ではなく、同性同士であるため法律上の婚姻の届けでは、できないものの、できる限り社会観念上、夫婦と同様であると認められる関係を、形成しようとしていたものであり、男女が協力して、夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に、準ずる関係にあったということができると述べて、婚姻に準じる関係であったと認めた。 婚姻は、生前に解消されることがあり、これを一般に離婚という。その扱いについては、文化、制度ごとに異なっており、離婚が容易に認められる文化、原則的に認められない文化、一切認められていない文化などの違い、またどのような理由が認められるか、についても、文化、制度ごとに異なる。結婚は、あらゆる地域で宗教と密接に関わっている。 キリスト教教徒聖マリア教会での結婚の、非跡イスラム教イスラームでは婚姻は戒律により、人間同士の契約として扱われており、キリスト教の結婚のように神に誓ったものではない。イスラム教における結婚では、夫婦ともにイスラム教徒であることを必須条件としている。このため、夫婦のどちらかがイスラム教徒でない場合は、結婚前に回収することが求められる。 結婚の手続きは、ニカーフと呼ばれ、イスラーム法を知るものであれば、誰でも取り行うことができ、また、当事者たちに、都合の良い場所で行うことができる。結婚には二人のムスリムの承認が必要であり、イスラーム法を知る人が二人いれば良いとされている。ただし、実際には裏マーによる承認や、交渉人による証書の発行が必要となる。また、 当事者たちの都合の良い場所で行うことができるとされているが、通常は、モスクにおいて、そのモスクのイマームが取り行う。イスラーム教における結婚は、一人の男と一人の女との間に結ばれる契約であり、その結婚に対しては何らの法的制約もないので、花婿の同意及び花嫁と彼女の保護者との同意とが一番重要で、あると考えられている。通常、 花嫁の自由意志による同意は、結婚の儀式の前に、直接あるいは間接的に得られている。花婿側の自由意志による、同意の表明は、儀式中に行う。結婚の儀式が始まると、まずイマームによるワッラーを称える、定型的な説教が、アラビア語で行われ、イスラーム教の結婚制度の尊厳、及び妻や夫としての義務や責任について、説明される。 イマームは、花嫁の保護者に対し、自分の娘と花婿との結婚に同意するかどうか、公の場で表明するように求める。保護者が同意を表明すると、イマームは、次に、花婿に対し、名を呼び上げた花嫁との結婚に合意するかどうか、表明するように求める。二課に署名をするイスラームの花嫁、そしてと花婿によって作成されており、二人の証人が、 それに署名する。マフルと呼ばれる婚誌の内容がここで発表され、この贈与財産の内容は、結婚の契約書にはっきりと明記される。そしてイマームの導く無言の祈りで式が完結し、挨拶が交わされる。乾燥した夏目ヤシの実などのお菓子が参列者に、振る舞われる。イスラム法における結婚は、制度が複雑で部外者には理解しにくい一面もある。 ミシャーコンやスンナ派では認められていないシーア派独自のムトアコンなどの制度があり、宗派によって結婚の制度が異なる上に、アラブ社会ではこれに部族習慣法が加わって、極めて複雑な婚姻関係が形成されている。コテニスラーム法では、ムハンマドの妻アーイッシャが9歳で、ムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったという、ハディスに基づき、 女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかし、中東のイスラム教国を除く多くのイスラーム諸国では現在では15から18歳が結婚最低年齢である。サウジアラビア、イエメン、オマーンなど人間は生まれた時から結婚する権利があると認める国もあり、法制度上の加減がない国もある。 ただし結婚しても、性行為は9歳になるまで不可としている。非婚での性行為が、戒律上、認められていないため、初婚の際には、男性は、童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず、 結婚は無効という解釈が成り立つ。イスラム教では離婚を制限していない。夫が離婚を意味するタラークという言葉を妻に対してはっきりと聞こえるようにゆっくり大きな声で3回唱えることでその意志を表明すればそれだけで離婚できる。イスラム教では離婚を制限していないため離婚、種別のどちらでも男女とも再婚可能。 イスラム法における結婚では、一夫多妻制が認められていることが、特徴の一つとして挙げられるが、経済的な事情もあり、実際に、複数の妻を持っている人物は少ない。サウジアラビアの初代国王である、アブドゥルアジーズイブンサウードは国を平定するために100以上ある国内の主要部族のすべてから妻を、もらっているため100数十人の妻がいたと言われている。このため、 初代国王の王妃が何人いたのか国王本人やサウジ王室自身も含めて把握できていないが、イスラム社会における結婚の最多事例と言われている。サウード王家は一夫多妻結婚を繰り返しているため、初代国王の子孫はネズミ山式に増えて5世代で2万人以上にまで増えた。イスラム教国では売春は重罪であるが、 短期間での結婚と離婚を繰り返すことで、実態としては売春でありながら、それを、あたかも売春ではないかのように装う、脱法行為としての結婚、結婚を装った売春が行われていることもある。ユダヤ教ユダヤ教では結婚は、神聖な行為と考えられ、未婚の男性は、一人前とみなされない。結婚は、神が人間を誕生させて、最初に言った行為であるから、 必ず結婚すべきであるとされている。今でも、伝統を守る地域では、男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが、恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結びつかないものだと教えられている。法学上、婚姻制度については、人類の補足本能に基づき、これが、宗族、宗教、法律といった。 社会規範によって規律されるものと解かれることが多い。近代法における、公正要素同性婚が開かれている政府または、裁判所が承認する意図を示している明白な他の、司法権において施行された際に承認される、シビルユニオン無登録の同性明白な他の、司法権において施行された際に限られて承認される、国は、国際裁判所の対象となります同性ユニオンが、 合法的に承認されていない未思考の法律を含む、近代法における婚姻の構成要素として、社会的要素、自然的要素、意思的要素の3つが挙げられる。婚姻の成立、婚姻の成立の形態に関する法制度としては次のように分類される。なお、各国間では婚姻の成立方式が異なることから、国際結婚の場合には、当事者との関係で、 いずれの国の司法を適用すべきかという国際司法上の問題となる。法定財産性婚姻後の財産の帰属、管理の形態に関する法制度は次のように分類される。日本では別産性を採用している。米国では州によって異なり、例えばカリフォルニア州では共有性を採用している。政法教会の教会法はローマ法を承継して、 婚姻は契約によって成立するとしていたが、サクラメントの協議のもと、西洋では結婚には男女が教会においてサクラメントを受けることを要するとする宗教婚主義が支配的となったとされる。しかし、宗教改革による婚姻原則運動のもとで法律婚主義が登場すると、絶対王政の台頭とカトリック教会の凋落の中で、 秘跡と契約の分離する民事婚思想が広まることとなり、法律婚主義が次第に拡大していったとされる。婚姻は修正にわたる共同での生活を目的とする典型的な身分行為であり、財産法上の契約関係のような特定の目的を達成する限度でのみ認められる結合とは異なる全人格的結合であるとされる。そのため婚姻は、 代理に親しまない行為であり、また、条件や、期限の親しまない行為とされる。民法についてこの節では、常数のみ記載する。婚姻の成立要件日本法は、婚姻の成立に、法律上の手続きを要求する、法律婚主義を採用している。実質的要件として、当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害自由の不存在が必要とされる。また、 形式的要件として、戸籍法に基づく届出が必要とされる。婚姻意思の合致婚姻には、まず実質的要件として、婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1項は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が、同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならないと規定する。 婚姻意志とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届け出をなす意志で、あるとする形式的意志説もあるが、通説は、婚姻届け出を出す意志を有するとともに、社会通念に従って、夫婦と認められる生活共同体を創設しようと、する意志を有としている。婚姻意志が存在しない場合の婚姻は無効である。なお、成年非公権人が婚姻をするには、 その青年後献人の同意を要しない。婚姻障害自由の不存在婚姻には民法に規定される婚姻障害自由が存在しないことが必要である。婚姻障害自由のうち民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法廷の手続きに従って取り消しうるが737条違反に ついては誤って受理されると、もはや取り消し得ない。誤って二重に、届け出が受理された場合後婚の成立後に、前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合、失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に、失踪宣告が取り消された場合認定死亡あるいは、戦死後方による婚姻解消の後残存配偶者が再婚した後に、 前の配偶者が生還した場合失踪宣告を受けたものが実は生存していてよそで婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合戸籍法に基づく届出婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要であるこれは婚姻の効力を第三者にも及ぼすためであるこの届出については 当事者間の合意で婚姻は成立しておりその効力、発生要件に過ぎないとする説と届出がない以上は、婚姻は成立しないのであるから婚姻の成立要件であるとする説などがある。婚姻届は、当事者の本席地または、届出人の所在地でこれをしなければならない。婚姻の届出は731条から737条まで。 および739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない。なお、外国にある日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にその届出をすることができる。婚姻は戸籍事務の担当者が届出を受理した時点で成立する。 婚姻の届出をしない場合には、婚姻届出の献血として、婚姻は無効である。ただし、その届出が739条2項に定める、方式を書くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない。2004年7月16日に、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律が施行。これに伴い戸籍法も一部改正した。 特例法の定める要件を満たす、性同一性障害者は、家庭裁判所で性別の変更の審判を請求することができ、戸籍上の性別の変更が可能となった。戸籍上の性別に従い、その男女の婚姻届は受理される。婚姻の無効と取り消し婚姻の無効婚姻医師の、献血や、婚姻届での献血は婚姻の無効原因であり、また、 婚姻の無効原因はこの二つに限られる。婚姻の取り消し民法731条から736条までの規定に違反した婚姻、また、詐欺、または、脅迫による婚姻は、法廷の手続きに従って取り消し得る。これらは取り消しであるから取り消されるまでは、当該婚姻は一応は、有効とされる。また、婚姻の取り消しの効力には、訴求効はなく、 将来に向かっての未効力を生ずる。夫婦同士の規定夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の死を称する。婚姻後に夫婦が称する死については、届け書に記載して届け出なければならない。偶然にも、同一の死である場合にも同様である。当事者の婚姻前の死とは関係のない第三者の死と、することは許されない。なお、 明治民法が制定されるまでの初期の明治時代では1876年3月の大上官指令により、妻は成果の性、所生の死を用いることとされていたを称することが、慣習化していったと言われている。夫婦の死につき、民法の一部を改正する、法律は二要項では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従いよっと、もしくは妻の死を称しまたは、 各自の婚姻前の死を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の死を称する、胸の定めをするときは、夫婦は婚姻の際に夫、または、妻の死を子が称する死として定めなければならないものとしており、選択的夫婦別姓制度の導入、導入する場合のこの死等についての議論がなされている。二0十五年、平成十七年十二月十六日最高裁、大法廷判決は、 婚姻に妻子夫婦同士のみを認める民法750条の規定について、憲法13条、14条1項、24条に違反しないと判示している。なお、日本の戸籍実務においては、日本人が外国人と結婚する場合については、夫婦同士の規定の適用はないとしている。この点に関して、戸籍法は、外国人と婚姻をした者がその死を、 配偶者の称している死に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている。同居、協力、扶助義務夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。これは婚姻の本質的義務で、身分的効果の中核を成すとされる。正当な理由なく同居しない配偶者に対して、 他方の配偶者は同居するよう請求し得る。ただし、同居の審判があっても、本人の意思に反する強制履行はできないとされている。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居の請求は認められない。正当な理由のない同居、協力、扶助義務の不履行は、悪意の意として、離婚原因となる。病気による、入院、出稼ぎや、単身不妊。 家庭内暴力など同居が困難な事情があると認められる場合には、同居義務違反とはならず、やむを得ず別居している配偶者に対して、同居請求権を行使することは、権利の乱用に他ならない。低層義務夫婦は、低層義務を負う。民法上には、直接的な名分の規定はないが、婚姻の本質から見て、当然の義務であると解されており、不定行為は離婚原因となる。 婚姻による青年犠牲未成年者が婚姻をしたときは、これによって青年に達したものとみなされる。スイス民法やフランス民法にも同志の規定があり、これらの規定は婚姻した未成年者が親権や貢献に服するとすることは、夫婦生活を阻害し法的関係に混乱を来たすなど弊害を生じるためとされる。青年犠牲の効果は原則として、 司法領域に限られ、それ以外の法分野における、青年犠牲の効果は、各法の趣旨によって定められるが、少年法、公職選挙法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法など広報領域については、原則として、青年犠牲の効果は及ばないとされる。通説によれば未成年者が離婚した場合にも、青年犠牲の効果は失われず、 制限行為能力者に復帰するわけではない。婚姻の取り消しの場合にも不適霊婚による場合を除いて制限行為能力者には復帰しない。夫婦契約取り消し権夫婦間でした契約は婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。夫婦関係が実質的に破綻している場合には、 形式的には婚姻関係にあっても本庄に言う、婚姻中とは言えず夫婦契約取り消し権を行使することはできない。本庄の妥当性については疑問視する見解が多い。そもそも本庄は、遠隔的には、ローマ法に由来するもので夫から妻への加算の流出を防ぐといった趣旨があったとされるが、このような立法理由は今日では妥当でない。また、 契約取消権の乱用が問題化したこともあって、判例はその行使を厳しく制限しており、契約取消権は実質的な意義を失っているとされる。このようなことから民法の一部を改正する法律案要項では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。夫婦財産性婚姻によって、 夫婦間に生じる財産関係すなわち夫婦間の費用の負担、財産の帰属、管理収益権などを規立する制度。日本の民法は756条以下により、まず、婚姻の届出前に契約によって定めることを認め、契約がない場合に、法定財産制に従うものとしている。契約財産制契約財産制とは、 夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約は単なる夫婦間の契約ではなく、登記によって第三者への対抗力を有する法律関係を生じる。夫婦財産契約とは、夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には、法定財産制の適用はない。 ただし、日本では、このような慣習がなく民法の定める制度も厳格なこともあって、夫婦財産契約が締結される例は、極めて少ないとされ、ほとんどの夫婦財産制は、法定財産制によっている。夫婦が、法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに、その登記をしなければ、これを、夫婦の承継人及び、 第三者に対抗することができない。夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が執刀であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。共有財産については、 全項の請求とともに、その分割を請求することができる。家庭裁判所の審判または契約中にあらかじめ、定められた規定により、財産の管理者を変更し、または、共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを、夫婦の承継人及び、第三者に対抗することができない。法定財産制法律上、婚姻関係は、 夫婦の一方が死亡した場合及び離婚が成立した場合に解消される。婚姻の成立要件は、などである。市町村長に届け出を行うことという要件を書くときは婚姻は無効であるが、その他の要件を書くときは取り消しうべきものとなって、法律所定の者が裁判所に取り消しの訴えを提起することができる。婚姻の取り消しはただ将来に向かって、 婚姻を消滅させるのみで、その効力は過去に遡らないから、婚姻が取り消されても、すでに夫婦の間に生まれた子があれば、依然として着出死である。婚姻の効力は、などである。一夫一夫の強奪婚が定められ、かつ婚姻は市町村長に届け出ることによって、効力を生じるとして、厳格な法律婚主義が採用された。なお、 1875年平民名字必ず、将棋無礼が出され、1876年、大乗官司令にて、夫の家を相続しない場合に対して、婦女は結婚しても、なお所生の死を用いることすなわち一部夫婦別姓を原則と判断したが、司令にもかかわらず、当初から混在しており妻が、夫の死を称することの方が多くなり、慣習化していったため、 1898年の明治、民法制定時にすべて夫婦同士と定められた。国際司法上、本国人と外国人との間の結婚等の国際結婚については、どこの国の法を適用すべきかという準拠法の問題を生じる。日本では法の適用に関する通則法に定めがある。日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は、 各当事者の本国法による。また、婚姻の方式は婚姻許可地の法によるが、当事者の一方の本国法に適合する方式でも有効とされる。ただし、日本において婚姻が許可された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によることを要する。日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の効力は、 夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において、夫婦の常居処置法が同一であるときはその法により、そのいずれの方もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によるとされる。日本の法の適用に関する通則法によれば、夫婦財産性についても原則として、婚姻の効力の場合と同様の扱いとされる。ただし、 夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めた、時は、夫婦財産制はその法による。この場合において、その定めは将来会のみ認められる。外国法を適用すべき、夫婦財産制にあっては、日本においてされた、法律行為及び、日本にある財産については、善意の、第三者に対抗することができない。 この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法の規定による。ただし、外国法に基づいてされた、夫婦財産契約であっても、日本において、これを登記したときは、第三者に対抗することができる。平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化、晩婚化が進んでいる。その要因については、 一般的には女性の高学歴化や社会進出が言われてきた。女性が自身で相当程度の収入を得られる社会になったことで結婚しないと生きていけないというような状況ではなくなったこと。不況などの経済自由に伴う育児の困難。大人だから結婚しなくてはいけないという社会通念の希薄化。女性の社会的身分が男性と肩を並べるように なったことも、結婚、出産といった女性の側の一時的なリタイアへの不安、遠うたきにわたる。並びに結婚より、子供だけを作るシングルファーザーなどの自治体での子育て支援などもある。以下は、婚活アドバイザーとして、いくつも、晩婚の男女を観察してきた、白川桃子の見解を、一例として挙げる。 あくまでも、根気を遅くしてしまった男女の例であり、成人男女全体を、科学的に統計を取った上に、学者が研究、考察したものではない。新婚者、ストックホルム視聴者中世において、結婚の記録は、教会の教区菩薩に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる、等によりキリスト教によらない結婚や、事実婚が増えると、 結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により、国境界によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を課すなどの政策を取ったことがある。現代のスウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産し多くはそのまま生涯未婚を通す。 フランスでも6割近くが未婚のまま出産を行っており、こうした婚外種は年々増加しつつある。こうした中で結婚しなくても、夫婦と同等の権利になれる制度や子育てに関する社会保障が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生を連れ添いたいと、お互いを持った場合のみ結婚を行うという考えが、 一般的になりつつある。異人種間結婚禁止法を撤廃した時期ごとに、示したアメリカ合衆国の州法案非通過1887年、以前撤廃1948年以降1967年、以前撤廃1967年6月12日破棄アメリカ合衆国では結婚は、一般的なものの46、46%とほぼ2組に1組の、 高い離婚率を示しており、先進国ではトップに一致している。概要法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳となっている。全体としては、晩婚化が進んでいる。また、一人っ子政策により、男性が余っているというイメージが強いが、結婚当事者の意識としては、女性が余っている状況にあるという。大きな要因としては、 女性の方が婚期が短いことが挙げられる。都市部の結婚的礼期の未婚の世代でも女性の方が多い状況にある。この問題については参考中国も参照されたい。では、男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が数千万単位で溢れている状況にある。一方で、金持ちになった男性は二号。 三号の目掛けを囲うことが、ある種のステータスとなっている。中国における意識中国における結婚への意識として以下のものがある。中国における歴史中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった。中華人民共和国成立後は、中国共産党が党への忠誠心などを、 勘案しながら結婚の許可を行うこととなった。改革開放後は自由恋愛により結婚することができるようになった。なお、1966年からの文化大革命の際には多くの知識人が地方へと過放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、 こうした夫婦が離婚するケースが各地で見られた。1990年代後半からの経済成長と、それに伴う経済格差の拡大により、結婚に再試合上よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉残しを狙う姿が見られるようになった。 こうした世論を反映するように、成金が85の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた。中国の世代における傾向以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという、結婚指輪、ありがとうございます。